دخل ادخل دخل ماشي.皆さんこんにちは。くる、くるばなで大丈夫？クスケイ。くるばなでラブミュージックの時間がやってきました。はい。くくるばなからやってきました。はい。よろしくお願いします。はい。メンバー、メンバー。メンバー。じゃあ、こちらからどうぞ。今日のお客さん、こちらの方です。どうぞ。はい、どうぞ。上間千恵子です。そして、宮田です。はい。はい、最後にはいはい柊はさくしゃみが出そうはい、表の平安ですよろしくお願いしますイエーイはーいはい、ということでここらも始まりましたけど柊馬くんのくしゃみで始まったな今日はな始まっちゃったそうですねもうめちゃくちゃ出そうな顔してるね柊馬くんね、はい、さ あ, 今日はですね、3月14日ということでホワイトデー、ホワイトデーですねホワイトデーついさっきまで忘れておりましたね、うん、ね、はい、忘れておりましたけれどもまあ今日はねホワイトデーのお話はしないんですけれどもはい、はい、まずはじゃあ施設紹介しましょうかね、はい、じゃあ正しくお願いしていいですか？了解しました。はい。じゃあ、失礼紹介します。はい。くくるばなとは、宜野湾市大山にある、就労移行支援事業所、みんなで就職目指して頑張るところなのです。はい、そうです。イェーイ。イェーイ。ということでね、はい、くくらばをお届けしていきますけれども、はい。さあ、今日のテーマ、いってみましょうか。柊馬さん、大丈夫？帰ってきた？もうくしゃみが出そうな感じですね。はい、じゃあ今日のテーマは好きな食べ物ランキングということでいきたいと思います。はい、よいしょ、よいしょ。これは誰が言ったの？これは誰が言ったの？好きな食べ物ランキングにしようって言ったのは誰ですか？石川さん。あ、ちょっと待ってよ。石川さん、マイクスイッチ入ってる？入ってる。スイッチ入ってる？ちょっと待ってよ。はい、出てないなぁ、ね、どうしよう何だか何作るよスイッチあるあ、出てる出て出てあーはい、OK OK 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 バイクできたさあ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 、石川さんはい、石川さんがはい食べ物ランキングはいはい、にやりましょうとこれはまだなんであの自分が好きな食べ物を言ったらみんなが喜ぶかなと思ってあ、まあ、みんなもね、それぞれ違うランキングになっていると思いますからねああそうですよ ね, ね、はい、それもちょっと楽しみですけどね、はい、さあさ あ, あ、まあ、今日のテーマは好きな食べ物ランキングということで話していきたいなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますククラブはメッセージを募集しております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ファックスは098-943-0094-943-0094、はい、またFM ギノワンではホームページやユーストリームで、ユーストリームツイキャスで映像と音声を配信しておりますツイッターも連動しておりますのでたくさんのツイートをお待ちしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあではでは早速1曲目いきましょうかねはいさあ1曲目はこの曲ですはいこれはビギンの歌ですねはいビギンが作った浦島太郎、桐谷健太さんで、はい、海の声です。どうぞ。
お届けした曲は桐谷健太、浦島太郎で海の声でした。はい、この番組は株式会社ビッグワン、株式会社十太郎ホーム、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、あんだがし専門店龍華の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日のテーマは好きな食べ物ランキングということで、はい、はい、それぞれランキングを聞いていこうかなと思っているんですけれども、はい、はい、さあまずは帰ってきたシューマさん、どうぞ。シューマさん、シューマさんお願いします。大丈夫ですか？おーい、大丈夫ですか？あ、じゃあちょっと後に回そうかな。はい、オッケー、わかった。じゃあまずはせっかくなんでね、石川さん、はい、3位がナポリタン。3位がナポリタン。3位がナポリタン。あ、カルボナーラ。あ、カルボナーラ。ちょっと変わったなと思って今。ちょっと2位が何だっけ。うん、2位は何ですか？2位がステーキかな。2位がステーキ、ほうほうほう、はいはいはい。1位がハンバーグ。1位がハンバーグ。1位がハンバーグ。あ、そうなんですね。はい、これ、確認しますよ。あ、3位がカルボナーラ。ラジオとは3位がカルボナーラ、はい、で、2位がステーキ。2位がステーキ、1位がハンバーグ。ハンバーグ。チョコケーキだったんだよ、さっき。チョコケーキですね、はい、ごめんなさい。いや、ハンバーグでもいいよ、別に。ハンバーグね。チョコケーキで。いやいや、せっかくハンバーグって。もうこれはもうあれですよ。今思いついたやつっていうのが一番多分好きなやつなんで。はい。ハンバーグですよ、きっと。はい。はい。これなんでこのランキング、この順序なんですか？1位のハンバーグは何で好きなの？なんかどこここのハンバーグ好きとか、なんか自分で作った方が好きみたいな、そんなあります？自分で作った方が好きなんですよ、ハンバーグが。そうなんだ。ハンバーグ作れる？作れます。おー、すげえ。すげえ。結構頻繁に作ってる？たまにだけど、自分で作った方が美味しいですね。あー、そうなんですね。おお。ふっくらとしてて。そうなんだ。おお。じゃあ自分が作っ、どこのハンバーグよりも自分で作った方が美味しい。そう、なんかパン粉いっぱい入れて。あ、パン粉いっぱい入れる、うん、はいはいはい。ふっくらせて焼いて、はいはいはい、デミグラスソースをかけて、はいはいはい、ものすごく美味しいんですよ。待って、デミグラスソースも作るの自分で？はい、市販のやつ。うん、オイスターソースと、はいはいはい、ケチャップで。うえー、すげえ。すごいすごいね。はい、自分で作るんだ。はあ、素晴らしい。だから料理結構得意だったりするんですか、石川さん？うん、うちでも結構やりますね。あ、そうなんですね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいですね。はい。じゃあ、この2位と3位のステーキとカルボナーラなんですけど、うんうん、これも自分で作ったりする？ステーキは売られてるステーキを買ってきて焼くだけなんだけど、あ、焼き方で言ったらミディアムの方が好きなんですよ、自分。はいはいはい。カルボナーラさすがに作れませんね、自分では。ああ、そうなんだ。うん。そっかそっか。でもね、なんかステーキはね、この焼き具合がね、一番難しいですからね。そう。これ味付けは塩コショウですか？塩コショウにみりんと料理酒を入れて、はい、やや隠してから焼くんですよ。あ、そう、やり方もあるんですね、ちゃんとね。素晴らしいですね。はい。さあ、じゃあ次行きましょう。次は、ちえこさん、はい、ちえこさん行ってみよう。ちえこさん、ちえこさん行ってみよう。さあ、ちえこさん、ちえこさん、ランキング、さあ、ベスト3教えてください。カレー。お、これ1位。これ1位。1位だね。もうカレーは間違いないね、これはね。はい、2位はピザ。あ、ピザ。おい、ピザ。辛いものが好きなんだね。辛いもの、辛いもの。あ、ピザもね、辛くやってるのもね、あるしね。はい、3位はピザ。3位、3位よ、3位。カラメルピザ。ピザとピザ。甘いピザと辛いピザ。甘いピザ。そういうこと。2位ピザ、3位もピザ。うん。3位は？3位はサンドイッチ。うん、あ、サンドイッチ。何サンド？ツナサンド。ツナサンドね。ツナサンド。これも定番ですね。
ピザは何ピザが好きなの？いっぱい種類あると思うけど。そのハムが入ってるのとかがいいね。あーあるね。ある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 。ありますね。ありますね。いいね。これよくじゃあカレー、まあカレーが1位ですけど、どこのカレーが一番美味しいとかある？うん。僕が美味しいとかないです。あ、ないです？よく よく食べるカレーはどこで食べてんの？あ、レトルトとかもある。あー、レトルトね。今美味しいですからね、レトルトね。レトルトは何が一番美味しいわけ？何？1位カレーのレトルトはおすすめ。おすすめ、ボンカレー、うん、ボンカレ ーこれは間違いないね。安くて定番ですよね。安くて定番だしね。もう沖縄ではボンカレーはね、かなりもう最初にレトルト出たのボンカレーじゃないかなぐらいのね。ジマさんはレトルトカレーを食べるんですか？そうね、レトルトカレー。レトルトを食べるんですか？ね、レトルトを食べるんでしょ？毎日、ね、毎日ではない。毎日ではないでしょ。まあ1位だから ね。まあでもよく食べるでしょうね。カレーって毎日あの味が、うん、あの家庭ごとに味が違うんだけど。あ、まあ口から中華あるでしょ。ね、何が好きなの？家庭より家庭よ、自分で作った場合の味付けは何だか、何かな？どの、あ、甘口、辛口、中辛、どっちね？甘口。甘口な。美味しいな。うん。野菜は何を入れるの？いいですよ、いいですよ。野菜、人参、じゃがいも、お肉、玉ねぎ入れたらできる。あ、ちょっと。結構玉ねぎはね、ポイントですからね。はい。はいはいはい。さあさあさあ、じゃあ、曲いってみましょうかね。はい。じゃあ曲、まあせっかくね、今日、3月14日なのでバレンタインデーの日にね、流せなかった曲流そうかなと思ってますよ。はい、この曲です。国章さゆり with おにゃんこクラブでバレンタインデーキスです。どうぞ。
はい、クグラブお届けしておりますけれども、今日のテーマは好きな食べ物ランキングということでね、はい、はい、みんな聞いていってますけれども、届けましたー。はーい、あ、ちょっと問題食べ物のクイズ、あ、食べ物のクイズ、はい、マリー・アントワネット知ってますか？マリー・アントワネット、マリー・アントワネット、はい、フランスの王妃、ね、マリー・アントワネット、パンがなければ、はい、何、お菓子を食べればいいじゃないの、そうです、ケーキだけど、お菓子を食べればいいじゃない、ケーキを食べればいいじゃない、さあ国民は怒りました。ほうほう、ところがですね、あるものをあげれば国民は静まり返りました。さあそれは何、知らない、知らない、大喜利だと思って、大喜利、わかんない、わかんない、はい、甘いものです、うん、チョコレート、当たり、え、どっちどっち、飴玉とチョコレートかぶったけど、どっちどっちどっち、飴玉なの、チョコレートなの、チョコレート、あ、チョコレート、チョコレート、おー、ね、手作りだったらなんか気持ちがこもっとほっこりしますよね、あー、なるほどね、というわけでチョコレートなんですが、はいはいはい、今チョコに関しては人の感情がこもりますよね、なんか意味深だったり、あれこれ私に気があるんじゃないかなという意味だったり、はいはい、それが後々のね、人のドラマになったりもするしたりするんじゃないかなってこともあるんですけどね、うん、そんなことないですか、チョコもらってますか、これバレンタインデーの話ですか、ホワイトデーですね、バレンタインデー、ホワイトデー、バレンタインデーとホワイトデーの話、はい、バレンタインデーとホワイトデーって何が違うんですかね何が違うんですかね、バレンタインデーって2月さ、2月です、卒業間近にあげるものさ、ん、あー、ね、そっか、で、3月ってことはもう卒業した後さ、うん、あ、まあ高校はね、うん、そうだね、これからもよろしくお願いしますみたいな、うんうん、そういうことやないの、あ、そういうことなの、うん、自分的に、うん、バレンタインデーは好きな人にあげるもんだと思ってたんですよ、はいはいはい、で、ホワイトデーがお返しみたいな感じかなと思ってたんですよね、うんうん、はい、なるほど、お返しの面もあるんじゃないですかね、うん、でもそれ学、今の日本の季節の変わり目でいたら、それお返しできる人って、うん、付き合いが深い人だったりしますよね、うんうん、それこれ、まあでも最近はあれじゃないですか、バレンタインデーも友チョコとかね、はい、ギリチョコとかね、はい、なんかそういうのがいろいろありますからねまあ気軽にチョコレートをあげたりとかする方も最近増えてるみたいですよ、はい、うん、なのでね、まあ今日ホワイトデーですけど、まあ気軽にお返ししたりね、うん、そんなに重く、まあまあまあ、楽しくやろうぜみたいな感じなんですね、この人に会いたいっていう人がいたら、うん、ぜひともすぐにお返ししてあげてください、うん、でないと引きずりますよ意外と後悔しますからね、こういう時もじゃあ、うん、すぐにあげてください、柴さんいいですか、はい、今日のテーマは好きな食べ物ランキングなんですけども、はい、はい、その中でじゃあシューマさんはなんか甘いものが好きなのかな、はい、ランキング教えてください、まず1位ですね、あ、1位、はい、1位は何ですか、そうですね、確かにチョコレートです、あ、チョコレート、はい、おうおうおう、で、2番がメロンパンです、2番がメロンパン、はい、はいはいはい、3番が焼きプリンです、焼きプリン、はい、ほうほう、このキーワードで連想するものは何でしょうか、スイーツしかねえよ、焼きプリン、はい、焼きプリンがあまりあれですね、ヘンさん食べたことないかも、焼きプリンないですか、うん、食べたことある人、食べたことある人、はい、あ、どんな感じです焼きプリンって、プリンの上に焦げ目をつけた感じのプリンなんですよ、あ、そうだよな、はいはいはい、うんうん、ローソンとかファミリーマートで売られてます、ローソンでファミリーマートを見つけて、わー、あったってなるよな、なりますね、うん、はいはい、その時気持ち上がってね、うん、買っちゃったりするんだよね、そう、はい、それでシュマさん買っちゃったんですか、で、はい、どう食べたりするの、うん、食べたりしますね、あげたの、それはあげる人いたの、このシューマさんの焼きプリンってどこの焼きプリンなんですか、なんかあります、ここの焼きプリンは美味しいみたいな、あ、おすすめ、はい、すすめ、あ、マイク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 、はいはい、ローソン美味しいよね、あ、そうなんですね、ローソン大体美味しいよね、あ、まあまあ皆さんね、身近にローソンあると思いますんでね、うん、ちょっと一回チェックしてみてくださいね、あげたい人が、はい、さあ、ごめんなさいね、もう時間がなくなってまいりましたけども、正しくランキング言ってないね、
さっと言ってもらっていいですか。はい、わかりました。はい、1位は、1位はとんかつカレーですね。とんかつカレー、カツカレー、はい、うん、はい、2位は、たこ焼き。たこ焼きもうカツカレー、カツカレーな、美味しいよな。はい、はいはい、すいませんね、もう時間ないんでね、はい、はい、締めたいと思います。はい、はい、はい、それではククラブですね、毎週火曜日の11時半からやっております。はい、30分間生放送でやっております。はい、本日のお相手は上間千恵子です。そして宮田です。そして石川真理子です。そして柴山さん、はいはい、はいはい、おまけの変でした。また来週聞いてください。さよなら。はい、さよなら。